皆さんこんにちは。いや同じじゃないですか。はい。同じじゃないですか声。今日はモンチッチ君と一緒にいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そしてパーカーもかっこよくないですかこれ。色もねいい色してる。紺色かな。モンチッチコンビでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。パーカー似合っております。今日もよろしく。はい、よろしくお願いします。はい。流行ってるんですか、腹話術が。そうなんですよね。まあ、いろんなキャラクターがこれから出てくると思いますね。はい。そんなに声の違いはないと思いますけども、いろんなキャラクターがいた方が面白いと思うんで、はい。そうなの。今日はモンチッチくんです。はい。なんかいろいろ動きありますね。なんか年明け早々いろいろ動きありますね。こと書かないですね。こと書かない。まあ、話題があるのはいいことではありますけどね。新時代な感じしません？もう10年前と明らかにもうガラッと変わってる浩二選手がね、成り上がりですか。あれ動画どこまで出てます？あれまだオーディションとか出てないですよね。様子みたいなのが映ってて、なんかその選考の様子が誰を選ぶとか、はい、ビデオどうのこうのって、はい、あ、なんか四角い箱の中で戦ってる電話ボックスファイトみたいな、はい、これからちょっとずつ出てくるのかなっていう感じしますけど、でも寒天さんも出てたんじゃない？なんか寒天さん出てました。いや寒天マンです。寒天マンですか。あなんか、うん、見覚えがある人いるな。危ない。なんか成り上がりのコンセプトは埋もれてる選手を発掘するみたいなことですか。その真面目にこう頑張っている人、頑張ってきた人とかをこう拾い上げるみたいな。ただ有名になりたいとか目立ちたいとかっていう人が選ばれるのではないのかな。なんか概要みたいなやつ見たんですけど、今ちょっと実力あるけどこう日の目を浴びない人とかいっぱいいると思うんですけど、まあプロの選手、アマチュア選手含めてじゃないですかね。かいろんな人をこう救い上げたいっていう中で、まあコーチ選手のチャンネルでオーディションみたいな形でね、こう選抜していくみたいな大会もやるんですよね。2月っつったっけな。結構いろんな選手関わってますね。青木選手とかもね、なんかスペシャルアドバイザーみたいな感じで、キックボクシングだと原口選手、原口健人選手とか、もう関わってるみたいで、核となる人が何人かこういるので、まあ第1回ねどんな感じになるのかなっていう興味はあるんですけど、僕もなんかこうちゃんと追いたいなと思ってて、うん、割とこう賛成派なんですね。新しい団体とか、うん、新しい戦い方みたいな。まあそうですね、賛成というか、まあ偏見でも物事見たくないっていうか、ちゃんとこう見た上でいいのか悪いのかって自分なりにこう判断したいなっていういつも思ってるんですけど、ブレイキングダウンに対してもそうですけど、まあ、その中でやっぱりね、老舗団体一回ちょっとごめん、はい、モンチッチを持ちながら話すことなんだね。そう思いませんか。モンチッチ君、僕もそう思う。いやみたいなね。思ってないよモンチッチ君は。思ってるよね。みたいなね。偏見持たないってモンチッチ君も。今ある既存団体あるじゃないですか、まあ、キックだったり MMA だったりいろんな既存団体がもう10年とか20年やってる団体がある中で、やっぱりそういうところではできないことをこうみんなやろうとしてるのかなっていうふうには思いますよね、はい、やっぱりそういう興行が増えると選手を取り合ってしまうことももちろん考えられると思うんで、まあ、その辺がこうクリアになればこう選手やる側としてはチャンスは増えますよね。今までは今ある団体にしか出れなかった選手たちがそっちで輝けるかもしれないし、きっかけになるかもしれないし、誰かがねやらなければそういった動きっていうのはねありませんからね、うん、格闘技で飯が食えるっていうのを実現する一個ではありますもんね、はい、そうですね、きっかけの一つかなっていう気はしますね、うんうんうん、まあ、浩二選手だけじゃなくて堀口選手も新しくそういったことやるっていうのを、まあ、もう正式に発表されてますからね。アドバイザー、まあそうですね、アドバイザー広告塔みたいな形で堀口選手がこう旗を振ってやるっていう、まあ知名度のある現役選手たちがどんどんそういった新しいことをやっていくっていう中で、まあ若い選手とかがそういったところにこう出ていって一つまあきっかけになればいいかなみたいなことですよね。改めて斉藤さんは、うん、ブレイキングダウンはどう思ってるんですか。ブレイキングダウンですか。ブレイキングダウンは、まあ、あの時動画で話した時とはまたちょっと状況が変わってしまいましたね、うん、なんかあの後に椅子で殴ってしまってありましたね、はい、大きい事件になったりとかもしてましたじゃん。流血事件、はい、試合じゃなくて
前日会見での流血事件とか、うん、まあなんかいろいろね、その出場選手があちこちでなんかやってんじゃねえかみたいな声も上がってますけど、堀口選手とか浩二選手がやろうとしてるやつとはちょっとコンセプト違いますよね、うん、ああいうブレイキングダウンっていうのは。ブレイキングダウンからただ始まったことによって、うん、浩二選手はそういうのをまた作って、そうですね、はい、でそれとは同じ軸で堀口選手も作ってるんですもん、はい、なんか不思議な感じしますよね。まあだからそういうなんていうんですかね、新時代っていうんですかね、なんかやっぱりこう新しいことやろうとするとね、批判する声が当然あるとは思うんですけど、やっぱりそういうのもこう覚悟の上でみんな先頭立ってやってるから、まあ業界が良くなってほしいなって僕は常々思ってるんで、うん、間口が広がる、選手にチャンスが広がるっていう意味ではまあ悪い話じゃないのかなと、うんうん、まあ、あとはやっぱ難しいのはこう継続してやっていくことが一番大変だと思いますよね。同じ選手がずっと出続けれるわけではないし、まあ僕はそうやって運営に入ってやったことはないですけども、なんていうんですかね、改善してもっとこう良くなっていく、一回ごとにこう良くなっていくっていう風にやるのがすごく難しいんじゃないかなと。敵もいればね、邪魔する人もいるかもしれないから、うん、僕は今のところそういうつながりがないから、関わることは運営としてね、関わることないと思いますけど、どうなんだろうな、まあ一つのきっかけとしてはありなのかなとかね、うん、名もなき若者、うん、実は実力があるんだけども世に出てない若者とかはやっぱり、うん、応募する価値はあるのかな。まあ堀口選手と浩二選手のやつに関しては第1回大会がまず見たいですね、うん、こうどういった形でイベントとして運営としてまとまるのかっていうのも気になるし、なんかどういうどのレベルの選手がどのぐらいの試合をしてとかっていうところもまず1回見てみたいなっていう試みとしてはすごい素晴らしいことだと思うんですけどね、はい、文化って作るのが一番大変そうっていうか、ゼロイチがね一番、うん、大変ですよね。何事もそうですけどね。これじゃないよ、うん、なんかこういう感じが見たかったんじゃないよとか増えそうじゃないですか、うん、そうそうそう、なんか格闘技のイメージっていうのは多分人それぞれなイメージがあると思うんで、ケージじゃなきゃダメ、そうそうそう、リンクじゃなきゃダメ。それその電話ボックスファイトはどう思ったんですか。ね、あれもちゃんと見てないんですけど、すごい絵ですよね、あれ。なんか、こんななんかこう、ガン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 って。電話ボックスで殴って、決着つくんかなとか思うけど、もう危ないは危ないですよね、あれね。安全面がどうなってんのかなとか気になるけど。まあ、あれで、ね、先行が決まっちゃうみたいな。まあ、コウジさんうならせたらいいんじゃないですか、ああいう、成り上がりに関しては。まあ、そこが一つですよね。電話ボックスファイト俺やりたいとは思わないですね、はい、見てる分には面白いかもしれないですけど、まあ、ちょっと危ないよね。思いが近いですよね、うん、でかいグローブ出なかったら特に危ないですよね。うん、なんかその中でじゃあ普通の試合形式、普通の試合形式がまた特殊ですけど、はい、それにしてしまうとまたこうなんかじゃあシュートとかプラスとか、うん、ディープに紛れるのかとか、うんうんうん、よくわからないこう議論にも発展しますもんね。そうですね、まあ5分3ラウンドっていうのが、まあ、プロの選手がやる通常ルールかなが5分3ラウンドだと思うんで、まあそっちに寄せていく選手がいるのか、もしくはそのエンタメ系で行きたかったら、とりあえず有名になりたいっていうのであれば、成り上がりとか、堀口選手がやろうとしてることとはちょっと違うのかなとか、思ったりはしますよね。格闘家として本当に、こう、チャンピオンになりたいとか、USC 行きたいとか、そういう高みを持ってる人たちが救い上げられたらすごくいいですよね。うん、だから継続してイベント続いていくうちに、そういう成功者第1号みたいな出てきたら、それはそれで面白いかなと思いますけどね。SNS もまたこう、判断材料に、はい、少しはなる。やっぱ今の時代は SNS ありきなんで、やっぱそれは、うん、今の若者の方がそういうのは多分、プロモーションは上手なんじゃないですか、うん、?SNS を使ったプロモーションみたいな。それは間違いなく、ね、出場する団体とかにも、恩恵は行きますからね。一人で200人、300人呼べるっていうのはすごいことなんで、まあ手売りというかチケット自分で200枚、300枚売れる選手っていうのはすごいですよね。すごいことだと思いますよ。試合が成立しますもんね、はい、見る人も用意できてるっていう、一人一人個人個人が力を持っていくと団体も頑張んなきゃいけなくなっちゃうんですよね。ちょっと角当たっちゃうかもしれない、はい、聞いてみたい質問してもいいですか。はい、この現役選手とか、はい、結構この5分3ラウンドしっかりやってる上位層の選手が、はい、そういうブレイキングダウンとか、うん、浩二選手の団体とかに
出ようっていうのはどう思うんですか、うん、斉藤さんは。今現役でやってる選手ですか、はい、出たい人は出ればいいと思います。出たい人は、ただその人が何を求めてるかによりますよね。その人が求めてるものが本当になんかそのキックボクサーだったり MMA の選手だったりボクシングだったりいろんな競技の選手がいるわけじゃないですか。その人が本当に欲しいものが手に入るんだったら、そこのブレイキングダウンだったりいろんなところに出てだったら出てもいいんじゃないですか。ただ出たことによってメリットデメリットは当然あると思うんで、それはこう自分が背負って生きていかなきゃいけないみたいなところだと思うんですけどね。否定はしないですね。まあいいんじゃないかというか、やりたければやればいいと思うし、なんかそこがこう一緒くたになってものすごいこう今渦になってるじゃないですか。まあ賛否あれでしょうね。いろんなその世代の選手がいて、いろんな世代の立場っていうかいろんな人がいますからね。悪いことだとは思わないですけどね。どうなんだろう。その人がもう望んだものが手に入るんだったら選択肢の一つとしてはありなのかなぐらいな感じかな。例えばですよ、例えば大木選手が、はい、斉藤さん、うん、俺小池さんの団体に出ようと思うんですよ、うん、って言ったらどういうか、その浩二さんの団体に出て大木が何をやりたいかによりますよね。何が欲しい、知名度が欲しいのか、有名になりたいんですよ。有名になりたいんだったらまあありだかもしれないけど、僕は勧めないですかね、大木さんには。大木さんは今もうあのディープっていう自分が出てる団体があって、ある程度その戦績も積み上げてるんで、やっぱそこである程度いいところまで頑張るべきじゃないかなと。斉藤さんと焼肉食べてる時に、はい、ディープのチャンピオン目指したいって、はい、なんかすごいかっこいいじゃないですか。いいじゃないですかね、その団体のチャンピオン目指すって、うん、まあ当然といえば当然ですけど、今はそうではない価値観が結構転がっているような時代なので、そこにこう選手としての価値を見出せるかですよね。自分自身がそこにかけてやるっていう気持ちが見えれば応援する人も増えるだろうし、 YouTube 何十万人登録者っていうものに価値を感じる人はいることもこの時代だから、いるは言いますからね、うん、だから難しいですけどね。斉藤さんはシュートのベルト欲しいって言って、うん、はい、シュートで戦い続けてるわけじゃないですか。そうですね、本当の人気者になりたかったら芸能人多分目指してると思うし、うん、やっぱり格闘技好きでなんか足の結果残したいなって強く思ったんで頑張ろうみたいな気持ちはありましたけどね、僕の場合は。なんかこう意思表示が必要なんですかね、今の格闘家って。こう私はこれになりたいです、した方がやっぱ応援はしやすいですよね。上手な人と上手でない人がいますけど、そういう意思表示っていうかその表現の仕方も、旗は振った方がついてくる人は多いんじゃないかなとは思いますけど、だんだんこう自分の発信がしやすくなった時代ではあると思いますよ。一人一個チャンネル持ったり SNS もこれだけ発達してるんで、まあ、それが全てだとは思わないですけど、使えるものは使った方がいいっていう考えは僕はあります。今忘れてたでしょ。斉藤さんと二人で撮ってこれが世の中にちゃんと出て何千人の人が見てくれるっていうのは素晴らしいことじゃないですか。そうね、今年特にそういった動きが、当然ブレイキングダウンもこう継続してやっていくと思うし、まあ堀口選手、浩二選手、また別にやりたいっていう人も今いるかもしれないですからね、だからそういった時代になっていくんじゃないかなみたいなことはすごく思ってしまいました。発信する側も、はい、受け取る側も準備ができ始めている。そうですね、だからプロの選手も実は問われてるんじゃないかと。自分がどういう意思表示をしてどういったところを目指してやっていくのかっていうのを、いろんなそういう価値観が出てきたからこそ問われてる、試されてるような気もしますけどね、はい、誰が正しいとかないと思います。自分がやりたいようにやればいいと思うんですけど、それも含めてじゃないかなと。だからいろんな価値観が転がってるから選手も問われるし、見てる側も実は問われるんじゃないかみたいなものはあると思いますよ。言わないということも意思表示になっちゃってますよね、はい、まあそうですね、いろんなものと比べられてしまうんでね、どうも思わないです、じゃあそこに感度はないんだ、はい、アンテナないんだって思われるし、めちゃめちゃ選手って大変ですね。今大変ですよ、本当に試合する人は特に大変ですよ。もう勝っても負けてもいろいろ言われるから、まあそれだけなんだろうな、ネットが発達したんですかね、見る人も増えたんだろうけど、ネットも発達したからみんながみんな好き勝手言いますからね。でも見られてなんぼだし、評価されない、見られないことは評価もされない、
まあ、センスが問われるというかね。っていう気はしますけどね。はい、うまく使ってほしいですよね、みんな。うん。